皆さんこんにちは、なんだったんだ IT's 沖合馬でございます。今回もよろしくお願いいたします。さて今回はレコードを買ってきましたシリーズです。12月、仕事ね、師走ということで非常に忙しかったんですけれども、それでも合間を見て、中古レコード屋さんに行ってレコードを買ったり、あるいはこうイベントなんかもあったりしてたので、そういうところでレコードを買ってまいりました。その中で80年代の作品をですね、いくつかピックアップして皆様にご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。最初はミニストリーです。1988年にリリースされた、ザ・ランド・オブ・レイプ・ハニーですね。ミニストリーは以前もレビューしたことがあるんですけれども、アメリカのシカゴで、プロデューサーとして活用していたアル・ジュルゲンセンを中心としたプロジェクトですね。当初はアメリカ版エレポップみたいなものを、期待されていたところがあって、レコード会社の方もヒューマンリーグとかデペッシュモードみたいな、そういうサウンドを期待していたようなんですが、アル・ジュルゲンセンはその要望に反するようなサウンドシフトを行い、そしてレーベルもサイヤーレーベルへと移籍します。1985年にリリースされた傑作 Twitch で、エレクトリックボディミュージックと呼ばれた、そのマシナリーかつ強烈なビートを聴かせるようなサウンドに変化したんですね。この Twitch という作品もプロデューサーがエイドリアン・シャウッドということで、非常にタイトでミニマムでかっこいい仕上がりになっています。さてそのアルバムを継ぐ形でリリースされたこの The Land of Rape and Honey なんですが、その Twitch からより攻撃的になったサウンドなんですよね。そして現在のミニストリーのイメージであるインダストリアルメタルというスタイルを最初に打ち出した作品となります。ヘビーメタリックなエレクトリックギターのリフを取り入れ、よりラウドに、そしてノイジーに、このエレクトリーボディミュージックっていうものをね、こうさらにこう肌触りをこうザラザラにさせたようなね、そういう感触になっています。非常にビートも分厚くて、その肉体性みたいなものを強く感じるんですけれども、この作品からベーシストとしてポール・バーカーが参加していて、その彼のベースサウンドっていうのがですね、この肉体性みたいなのをこう呼び起こしているような気がしますね。なんといってもね、アルバムのスタートを飾るスティグマタっていう曲がかっこいいんですよ。このアルバムの意図がこの1曲に全て詰め込まれていると言っても過言じゃないでしょうね。もっともヘビーメタリックなアプローチっていうのはアルバムのスタート数曲ぐらいで、以降はその Twitch を肉付けしたようなインダストリアルファンクとなっています。サンプリングとメタリックなギター、そしてインダストリアルな重たいビートが交錯するこの作品は、ナインインチネイルズなど後のオルタネイティブロックに非常に大きな影響を与え、そしてこのアルバムの後にリリースされる The Mind is a Terrible Thing to Taste、 それから Psalm 69ですね、この傑作2枚で、さらにインダストリアルサウンドが昇華し、ミニストリーとしてのサウンドの完成形へと達するんですね。ちなみにこの作品と同時期に活動していたアル・ジュール・ゲンセンのサイドプロジェクト1000 Homo DJs、 それから、リボルビング・コックスの作品なんかもね、一緒に合わせて聴くと非常に味わい深いですね。お次はヤズーですね。デビューアルバム Upstairs at Eric's ですね。ヤズーはエレポップ界の天才メロディーメーカービンス・クラークが関わったプロジェクトですね。ビンス・クラークといえばデペッシュモードの創設メンバーであり、以後もイレイジャーとして活動を続けています。1981年にデペッシュモードを脱退したビンスは、同じ音楽学校に通っていたアリソン・モイエとタッグを組み、そしてこのヤズーを結成するんですね。 OMD に影響を受けエレポップをスタートさせたビンス・クラークと、そもそもお互いの音楽的思考って結構異なってたんですよね。しかしこのシンセポップとソウルフルなボーカルのマッチングっていうのが非常に素晴らしくて、その結晶としてこのファーストアルバムにも名曲が詰まっているんですよね。特にシングルとなった Only You は非常に穏やかで、そしてドリーミーなシンセポップなんですよね。ユリズミックスの Sweet Dreams と並んで、そのシンセポップの名曲だと思いますよね。当初は所属レーベルのミュートからもあまり期待をされていなかったようなんですが、結果的にこの Only You は全英シングルチャートの2位を獲得する大ヒットとなったんですね。さらにセカンドシングル Don't Go も全英シングルチャート3位を記録するヒットとなり、その直後の1982年8月にこのアルバムがリリースされたんですね。この2枚のシングルのヒットを受けて、アルバムも全英アルバムチャートの2位を記録し、さらに北米でもですね、結構人気が出まして、スマッシュヒットとなるんですね。しかしアメリカにはすでにヤズーという名前のバンドがいて、
さまざまな問題からアメリカでのバンド表記は Yazoo っていうねスペルが異なってるんですね。ちなみにここが YAZ とですね3文字になってる Yazoo ですね。こうなってるのが北米版ですね。ということで UK 版と国内版持ってたんですけど北米版持っていなかったので今回ゲットしました。Yazoo はもう1枚のアルバムをリリースし約2年間の活動で、まあ、解散してしまうんですけれども、Yazoo で実現させたエレポップとソウルフルなボーカルのマッチングというのは80年代後半のアシッドハウスへと発展していくんですよね。はい、お次はバグルスです。1980年にリリースされたファーストアルバム The Age of Plastic ですね。放題がプラスティックの中の未来となっています。1970年代後半ロンドンでバンドミュージシャンとして活動していたトレバー・ホーンを中心に結成されたバンドでして、いくつかねバンド名を変えながら後にバンド名をバグルスという風になっていくんですね。トレバー・ホーンにゲオフ・ダウンズ、それからロックミュージシャンだったブルース・ウリーの3人でデモレコーディングを行い、そして大手レコード会社であるアイランドレコードと契約をするんですね。1979年にデビューシングルとしてラジオスターの悲劇をリリースするんですね。そしてその曲がいきなり全英シングルチャートのトップ20に飛び込むスマッシュヒットとなったんです。そのシングルの前後にブルース・ウリーがバグルスから離れ、バグルスはトレバー・ホーンとダウンズの2人のプロジェクトとなります。そしてこのアルバム The Age of Plastic が1980年の1月にリリースされるんですね。サウンド的にはさまざまなサウンドコラージュが、まあ、無理なく一つの音楽作品としてまとめられている印象ですね。エフェクトがかかった男性ボーカルなどそのディーボを彷彿させるような、まあ、テクノサウンドとしながらポップでドラマティックな雰囲気なんですよね。ミッジユーロ加入後のウルトラボックスみたいな感触でもあるんですが、おそらく当時としては最先端のサウンドとして見られたんだと思いますね。アルバムのタイトルもなんかこういかにもテクノっぽい感じがするし、その後のトレバー・ホーンの実績を思えば80年代に新たな息吹を吹き込んだ画期的な作品だったと言えるでしょう。僕が洋楽を聴き出した頃っていうのはそのヒューマンリーグとかデペッシュモードがチャートインしていた時期ですから、個人的にはラジオスターの悲劇を聴いてもすごく最先端だと感じることはなかったんですよね。でも80年代という時代をこう俯瞰してこのアルバムを聴いてみると、アフターパンクの UK ミュージックシーンの一つのムーブメントみたいなものがね見えてくるようですよね。はい、ここまでエレクトリカルなアーティストが続いたんですけれども、お次は良きアメリカンロックですね。ブルース・ホーンズビー&ザ・レインジーのファーストアルバム The Way It Is です。フロントマンのブルース・ホーンズビーは地元バージニア州でバンド活動をしていたそうで、80年代に入り弟と一緒にロサンゼルスに行きます。ここでは楽曲を書き溜めながら様々なバンドのサポートミュージシャンとして活動するんですね。シーナ・イーストンのツアーバンドにも参加していて、彼女のシングルストラットのプロモーションビデオの中でブルース・ホーンズビーの姿も見えます。1984年に自らのバンドザ・レインジを組み、翌年1985年に RCA レコードと契約を果たします。そして1986年にリリースされたファーストアルバムがこの The Way It Is なんですね。これは僕自身も感じてたことなんですが、その80年代中期に入りブルース・スプリングスティーンを筆頭にそのトム・ペティとかあとジョン・クーガー・メレン・キャンプといったそのストレートでシンプルなアメリカンロックっていうのがチャートを席巻するようになったんですね。映画もトップガンとかそのロッキー4みたいなその国威発揚みたいなものをね狙ったような感じでして、ブリティッシュ勢やワールドミュージックに押され気味だったアメリカのロックが、まあ、見直されているというか、次のステップへと進んでいる感じはするんですよね。その中でブルース・ホーンズビー&ザ・レインジの作品はアメリカの、まあ、良心的で非常にシンプルなロックンロールになってるんですよね。ただいかにもっていう感じではなくて、ブルース・ホーンズビーの演奏するその流れるようなピアノとかシンセサイザーを中心に名うてのミュージシャンが揃ったザ・レインジのバンドサウンドがね、まあ、支える形で穏やかでそして癖のない作品になっています。貧富の差や人種差別などそのアメリカの社会問題をテーマとしたシングル The Way It Is は大ヒットを記録し、ビルボードシングルチャートでも1位を獲得するんですね。
重たいテーマながら流麗かつアーシーな美しいこの楽曲は新世代のアメリカンロックを打ち出しているようでもありますね。プロデューサーはエリオット・シャイナーとブルース・ホンズビー自身で、そしてこのアルバムで話題になったのはいくつかの楽曲をヒューイ・ルイスがプロデュースしていることなんですね。そのヒューイ・ルイスがプロデュースしたダン・ザ・ローズ・ツナイトという曲はこのアルバムの中で一番アメリカ臭いと言えるかもしれませんし、同時にこのアルバムの中核となるナンバーでもあるんですよね。ブルース・ホーンズビー&ザ・レインジ名義では3枚のアルバムを残して、そして1990年に残念ながら解散してしまうんですが、ブルース・ホーンズビー自身はソロワークを中心にですね、2022年の現在でも作品を残し続けています。はい、お次はポーグスです。1988年の傑作アルバム If I Should Fall From Grace With God ですね。ちょっとタイトルが長いんですけれども、放題が落ちた天使というふうになってましたね。ポーグスはイギリスおよびアイルランドのメンバーが混在するバンドでして、シェーン・マクゴワンを中心に1982年に結成されています。ロンドンのクラブやパブでライブを重ね、自分たちのレーベルからシングルをリリースしたりしてたんですね。ザ・クラッシュのオープニングアクトを務めたことで話題になり、1984年にはファーストアルバムレッドローズ・フォー・ミーをリリースします。とにかくポーグスの魅力といえばパンク・ミーツ・アイリッシュ・トラッドサウンドでして、政治的なメッセージを熱く歌い上げ、そしてルーディーなシェーンのボーカルスタイルがそのスパイスになってるんですよね。セカンドアルバムラブ・ソドミー&ラッシュではエルヴィス・コステロがプロデュースし、セカンドアルバムにして早くも傑作を生み出すわけですが、今回ご紹介する落ちた天使はその上を行く成功を収めた彼らの代表作となりました。この作品でもアイリッシュフォークサウンドにパンキッシュなエッセンスを感じるポーグス的なサウンドに満たされてるんですけど、メンバーチェンジの影響もあってか様々なサウンド要素が加わったバラエティに富んだ作品となってるんですね。ターキッシュソングオブザダムなんかはそのタイトルが示す通り、そのトルコっぽいサウンドが印象的ながら、曲の後半ではいつものアイリッシュなポーグスが戻ってきます。カースティ・マッコールがボーカルで参加したフェアリーテイルオブニューヨークは珠玉の出来で、ポーグス最大のヒットシングルとなり、イギリスやアイルランドでもそのクリスマスソングとして現在でも非常に根強い人気があるんですよね。この曲でカースティ・マッコールが参加したのもプロデューサーがスティーブ・リリー・ホワイトだったからでしょうね。あとアイルランド移民について歌われているサーズ・アンド・ア・セイリングも非常にいい曲ですね。非常に親しみやすく、そしてセールス的にも評価的にも最も成功したこのアルバムなんですが、この後に肝心要のシェーン・マクゴワンが脱退したり、その後次第と失速していくんですね。それだけにラブソドミー&ラッシュと、それからこの落ちた天使のクオリティの良さっていうのがやっぱり引き立ちますね。はい、最後です。ディーコンブルーですね。1989年リリースのセカンドアルバム When the World Knows Your Name ですね。ディーコンブルーはスコットランドグラスゴーで結成されたバンドでして、グループ名もスティーリーダンの楽曲から名前が取られています。サウンド的にはいわゆるそのシティポップ的というか、そのメロディアスで爽やかな作風なんですよね。僕も当時ファーストアルバムを聴いた時は、声は大きいけどその癖のないプリファブスプラウトみたいなね、まあ、そんな印象だったんですよね。女性ボーカルであるロレーヌ・マッキントッシュのコーラスなんかもプリファブスプラウトをちょっと感じさせたのかもしれませんけどね。グラスゴー出身ということで、まあ、ネオアコ的なイメージも根強かったりするんですが、このバンドの場合むしろブルーアイドソウルの方に近いですね。そんなディーコンブルーのこのセカンドアルバムはよりバンドのカラーを明確に打ち出せた傑作だと思います。基本的には前作の延長線上にある作品なんですが、男女ボーカルというのがその非常にこう際立っていた前作よりも、全ての楽器がね、バランスよく主張していてパワフルかつブルージーになったっていうね、そういう印象ですね。シングルカットされ、時折ポール・ウェラーの雰囲気を感じるリアル・ゴーン・キッドはバンド初のトップ10ヒットとなりました。そして同じくシングルカットされたウェッジズ・デイはディーコン・ブルーの全てが詰まっていると言っていい、こうパワーポップでして、全員シングルチャートでもトップ20に食い込むヒットとなっています。
主曲のナンバーが詰まったこのアルバムは、これまたバンド初の全英アルバムチャート1位を獲得し、そしてディーコンブルーの代表作となったんですね。この後メンバーチェンジを経て作品をリリースしていくんですが、まあ、個人的にはこのセカンドアルバムを超える内容ではなかったかなというふうに思っています。1994年頃にまあ解散しちゃうんですけれども、ただね、再結成したりとかで、まあ、断続的に活動を続けてきてるんですよね。ちょっとそのソウルフルなニュアンスっていうのはだいぶ薄れてはきたものの、後年の作品もね、結構いけますよ。むしろネオワコ寄りになって、グラスゴー化したと言ってもいいかもしれません。ぜひね、ディーコンブルーのこの作品と合わせて最近の作品なんかもね、ちょっと耳にしていただけるといいかなと思います。いかがでしたか？今回は12月に購入したレコードの中から、まあ、80年代の作品をね、ピックアップして皆様にご紹介いたしました。まだ今この収録をしているのが12月ということでね、直近でゲットしたレコードもまだまだありますので、また近いうち、あるいは次の動画あたりでね、この続きをやろうかと思っています。できるだけね、今年末押し迫ってますけれども、できれば年末の間にね、公開できたらいいなと思ってますね。しかし年明けも初売りなんかがあったりするんでね、まあそのあたりのこう企画もあるから、できるだけ年内に買ったやつは早めにね、皆さんにご紹介したいなと思ってます。とにかく年末年始はもうできるだけ外出をせず、そして次の動画のね、ネタでもまとめておこうかなと思っておりますので、また次回以降の動画にご期待ください。今回の動画がお気に召しましたら高評価、さらにはチャンネル登録までお願いしたいと思います。それでは次回の動画でお目にかかりましょう。さよなら。